売、8時です。ふるさとへの道を急ぐあなた、嬉しかったこと、ちょっぴり悲しかったこと、1年分の思い出を乗せて今どこを走っていますか？今年も素敵な笑顔で気をつけてお帰りください。 Good luck。 あの子かわいいよ、ワンタン。そう、流行色。これがマルちゃん、ホットワンタン、チキン&ポーク、そして S サイズ。X1X。 ステアリングとアルミホイールに FA ポルシェのデザインを得て、ミラージュは美しい生き物になった。有機体ミラージュ X1X、 今誕生。始めるよ。楽しい仲間と冷たいコークが揃ったら、今夜はパーティー。皆さんようこそ僕らのパーティー、恥ずかしがらずに騒げば幸せ、今夜は僕らのパーティー。OK、 みんなも負けずに歌って踊ってコークで乾杯。始まるのさコークズ、止まらないのさコークズ、待ちきれないのさ今夜はパーティー。爽やか Everyday コークズパーティー大好き。スカッと爽やかコカ・コーラ。 TBS ラジオスペシャルアニバーサリーロックフェスティバル。この番組は3ダイヤモンドマークでおなじみの三菱石油、いい街いい人いい車 MMC 三菱自動車、スカッと爽やかコカ・コーラ、コカ・コーラボトラーズの提供でお送りします。TBS ラジオ35周年アニバーサリーロックフェスティバル。こんばんは、松宮和彦です。今日の TBS ラジオスペシャルは12月21日日曜日、日本武道館で行われました TBS ラジオ35周年アニバーサリーロックフェスティバルの模様をお送りします。この日、超満員の日本武道館で白井貴子&クレイジーボーイズ、夢のジョイント、渡辺美里&TM ネットワーク、そして1987年期待の新人岡村康之がホットなロックンロールショーを見せてくれました。早速その熱いステージの模様をお届けしましょう。まずはオープニングアクトです。白井貴子 and Crazy Boys。 Yeah.
ジャパンエイドもね、はい、初っ端ですし、この武道館もトップを切ってくれるって言うんで、はい、いわゆる複数のアーティストが出る、イベントものでトップを切るってのはどんな感じですか？そうですね、私ははっきり言って大好きですね。なんていうのかな、あんまりこう前後のこと考えないでいいでしょ、うん、だから自分たちのやることだけゴンってやってさよならじゃないけどそんな感じで、あとはお客さんに回らせてもらいますっていう感じになれるから。そうですね、今実は開演前もなんですけども、寸前なんですけども、開演前の今の気持ちってどういう感じなんですか？やっぱりいつもドキドキしてますね。もうそうですか、うん、そのドキドキってあの大好きなんです私。あっていうか、なちょっとこう練習不足な曲があったりとか、そうすると不安も混じって余計ドキドキしちゃうんだけど、今日は割合あのすごいこなせる曲ばっかりをみんなに聴いてもらうと思ってるんで、あのすごく楽しみで、で何といってもあの今年の最後の高本クレイジーボーイズとしては、ね、あの東京のコンサートなんで、はい、ぜひ、すごいもうみんな楽しんでね、はい、いい1年だったねって言い合いたいですね。はい、you
Mais je t'aime, mon chéri. Mais je veux plus te voir, tu comprends? Je veux plus te voir, j'ai tout. なんてわがままで賢い車なんでしょう。ミラージュマリオ。
エアコンとパワーステアリングのわがまま装備で88万8000円。わがままマリオン、こんにちは。飛んでちゃおうか。今年の日航ジェットプラン JAL スキーツアー北海道は大幅プライスダウン。東京発札幌ステイ3日間39,700円より全311コース。飛んで跳ねて滑って転んで JAL スキーツアー北海道。ふるさとへの道を急ぐあなた、嬉しかったこと、ちょっぴり悲しかったこと、一年分の思い出を乗せて今どこを走っていますか？今年も素敵な笑顔で気をつけてお帰りください。 Good luck。 TBS ラジオ35周年アニバーサリーロックフェスティバル。Yeah, yeah, 今すぐに
番前の岡村康幸さんです。どうもこんにちは。いやどうもこんにちは、松宮さん。どうも、いよいよですね。はい、とにかく12月1日にデビューして、はい、まだ全くライブをやってないわけですけども、はい、その岡村さんがいきなりとりあえず武道館でライブをやってしまうという、はい、今の素直な感想を聞かせてください。あまりにもなんか大きすぎることで、非常に客観的になっている自分がいます。その客観的なのはどういうふうに、その客観的にもう一人の岡村康幸さんを見てます？いや、やるのかなみたいな。へえみたいな。君やるんだみたいな。そういうよかったじゃないみたいな、そういう客観的な自分が一方にいるんですよね。でね、それはね、普通だったら俺すごい緊張する方だからそういうことはないんですけど、はい、ね、今まで生まれて2回しかライブやったことないんですよ。はい、それも1回目はなんか3人しかいなかったようなライブハウスで、はい、だから。すごい客観的になっちゃうんですよね。
オ35周年アニバーサリーロックフェスティバル。あの子かわいいよ、ワンタン新流行色、これがいいんだろう。ワンタン、マルちゃん、ホットワンタン、チキン&ポーク、そして S サイズ。走りの中に強さと優しさがある。走りから語りたい。新型デリカ 4WD 誕生。三菱デリカ 4WD 2500D デルターボエクシードがグッドデザイン選定商品に選ばれました。ふるさとへの道を急ぐあなた、嬉しかったこと、ちょっぴり悲しかったこと、一年分の思い出を乗せて今どこを走っていますか？今年も素敵な笑顔で気をつけてお帰りください。グッドラック。 TBS ラジオ35周年アニバーサリーロックフェスティバル。 TBS ラジオスペシャルアニバーサリーロックフェスティバル。この番組は3ダイヤモンドマークでおなじみの三菱石油、いい街いい人いい車 MMC 三菱自動車、スカッと爽やかコカ・コーラ、コカ・コーラボトラーズの提供でお送りしています。究極のジョイントが実現しました。渡辺美里さんと TM ネットの皆さんです、とにかくまあ初めてのジョイントなんですけども、素直な今ちょうど音合わせが終わった時点なんですけども、はい、まず美里さんに感想をお伺いしましょう。いかがですか？そうですね、思っていた通りなんかすごい感じになりそうだなっていう気がしてますけど、うん、すごい楽しみでワクワクしてるっていうのが正直な、はい、今回そのジョイントにあたって結構そのアレンジとかそこら辺で小室さん特に苦労された点なんてのありますか？やっぱりミサドの曲、僕の曲も入ってるんですけども、はい、でもやっぱりサウンドがそれぞれもうミサドの方もね一つ作られてきてるんでね、もうやっぱりこういかに、まあ、一緒に演奏して流れをこう一つにするかっていうのが結構難しかったんですけども、さっきリハやってなんかあまり問題はないというか、うん、かっこいいですね、うん、ボーカルの宇都宮さんどうですか？一緒にかなりの部分一緒に歌ってるとこがさっき見てて感じたんですけども、ですね、リハーサルの時になんかほとんど決めることとか考えてなくてでさっきなんか決めたようなのもあるしだからすごいね、本番がね一体どうなるんだろうっていうのがすごい楽しみですね、はい。ギターのキネさんは後ろからちょっと冷静に見ててどうですか？そうですね、結構もう自分でもとにかく楽しみたいっていう感じなんですけどね、美里の曲をやれるっていうのはすごく嬉しいですね。なんかこうワクワクしながらのマイルブリューションを弾いてますOh, right.
く命を満たす光を放ちながら歪んだら歪んだしらし闇の中でも目を閉じないで答えを探し出すよ海の向こう側の迫る叫びの上に誰もが気づき始めている愛するときめきていれたあの日を忘れない All right, all right No kiss, no hug優しさだけじゃ取り戻せないから All right, all right Don't kiss, you're right All right, all right どこいだ君ならば間違いと言えるさ
ジオ35周年アニバーサリーロックフェスティバル。エポです。私のコークの歌。It's alright, hurry up, hurry up。爽やかコカ・コーラ。 TBS ラジオ35周年アニバーサリーロックフェスティバル。Shaking, breaking up.
本当にとっても楽しかった。
いかがでしたでしょうか。 TBS ラジオ35周年アニバーサリーロックフェスティバル、ロックに彩られた1986年のミュージックシーンを感じていただけたでしょうか。また機会があったらぜひとも来年もこういう大きな夢のロックフェスティバルをやってみたいと思います。お相手は僕松宮和彦でした。それでは皆さんどうぞ良いお年を。 TBS ラジオスペシャルアニバーサリーロックフェスティバル、この番組は3ダイヤモンドマークでおなじみの三菱石油、いい街いい人いい車 MMC 三菱自動車、スカッと爽やかコカ・コーラ、コカ・コーラボトラーズの提供でお送りしました。なんてわがままで賢い車なんでしょう。ミラージュマリオ、エアコンとパワーステアリングのわがまま装備で88万8000円。わがままマリオン、こんにちは。